一体なぜこれが美の絶対的な基準なのかとある計算をするとそうなるんですけれどもで例えばですね。これの1.6。18のところここをですね。えっ、ー、と1にしてみると、この全体の長さがいくつか1.6。18になるんですね。不思議ですよね。で、これ2つがそうだったらもうこれ。あとは無限に続いていくわけですね。これまあ美しいというよりは一つのま世界観というか宇宙観というか。 あるいは思想って言ってもいいかもしれませんけどもあのミクロコスモスとマクロコスモスという言い方がありますけれども大きな宇宙の中に全く同じ小さな宇宙があってその中にまたさらに小さな宇宙があると無限に続いていくそれを数字にしたのが1対1.618という黄金比なんですね。